船越町はかつて、広島県秋群に存在した町である。1975年3月20日に、秋群、矢野町と共に、広島市に編入されて消滅した。ちなみに、秋群、船越、矢野両町の編入は、広島市の政令指定都市昇格前最後の合併でもあった。現在は、政令指定都市になったことで、全域アキックになっている。船越のいわれは、 近代デジタルライブラリー、神武天皇成績史を参照のこと。隣接する海田町とは、明治年間諸島に瀬野川の改修工事や大鳥、おさむ神殿の境界争いなど対立が生じていた。一方、経済的な密接さから大正年間には、両朝合同の商工会の結成されたほか、1939年には、 両朝合併への機運が高まるなど密接な関係にあった。1955年には、秋群旧家町村での合併が模索されるも決裂。その後、農協の合併や消防組合の結成を通じて、秋群内の結びつきが高まったが、最終的には、矢野町と共に、広島市への編入を選択している。大日本徳農家名館によれば、 船越村の特農家は、山内と与三郎、白倉義や、上田栄太郎などがいた。合併を経験せず、単独尊政単独調整を続けた末に、広島市に編入されたため編成されていない。国鉄山陽本線と国鉄山陽新幹線が通っているが、駅などの施設はない。クレ線も同時に通っており、町の中ほどで、 山陽本線と人工のトンネルで交差している。全線電解線はオープンな客車であったため車両から乗り出した乗客がトンネルに当たっての死亡事故が多かった。町内に主要地方道は通っていない。1965年から1973年まで、広島電気大学附属高等学校の女子部が町内にあり、 その後、船越町役場秋区役所本庁に転用。2019年時点で秋区役所別庁として使われている。ありがとうございます。